宮城県警によりますと、牡鹿半島で見つかったおよそ1000人の遺体とは別に、南三陸町でも今日までの捜索でおよそ1000人の遺体が見つかりました。警察庁のまとめでは、正午現在死者の数は宮城県で643人、岩手県で531人、福島県で420人など合わせて1647人に上っていて、1720人が行方不明となっています。一方で岩手県大槌町ではおよそ8000人の安否が不明となっているほか、およそ1000人の遺体が見つかった宮城県南三陸町ではおよそ1万人と連絡が取れていないといいます。また観光庁によりますと、被災地に観光で訪れていた客2500人の安否も確認できていません。各自治体が行方を把握できない住民は数万人いるとも言われ、安否の確認を急いでいます。こうした中、救助隊などによる懸命の救出活動は続いていて、宮城県亘理町では今日80歳の男性が4日ぶりに救出されました。現在午後3時です。事件発生から丸2日が経って、男性が無事発見されました。この男性は自宅が水没し、2階に逃れて救出を待っていたところ、今日午後3時ごろ、4日ぶりに助け出されたということです。また避難をしている人は、東北や北関東の6つの県でおよそ37万2000人に上っていて、岩手県や仙台市など一部の自治体は仮設住宅の建設を検討し始めました。東北地方を中心に余震は続いていて、気象庁は震度